さんおはようございます。ユニタイムズの時間です。どうも、えー、こんばんは。はい、<laughs> ユニタイムズです。はい、えー、ユニタイムズ。えー、今日もね、えー、また続きの国家再生プロジェクトチームメンバー募集ということなんですけども、えー、今日は第4回目ですかね。はい、はいえー、国家再生プロジェクトね。はい、はい。第4回目になります。4回えとね、今日はね、あのー、じゃあどういうあのー、チームメンバーが あの僕ら必要なのかということをちょっとねお話ししたいと思うんですけどもどういう人たちははい、はい、どおちゃんどう,いうど,どういう人たちどういう人たちまあどういう人たちの前にですね、はい、まずあのある意味今こう社会が抱えている問題に対してね、はい、あの活動している人たちっていうのは本当たくさんいるわけですよああはいすで、まあ、にね はい、まあこのプロジェクトとはちょっと違いますけれども、はいうん、だけども、そのプロジェクトのある意味、一役を担ってるんじゃないかなっていう活動に近い感じでね、今、たくさんいらっしゃいますよね、例えば僕がね、最近よく耳にするのが、フードバンクさんっていう、ああ、フードバンクさんだったら、子供食堂も、ね、よく耳にしますよねそうですよね、あのーうん、今、貧困児童とかって言われてて。はい そこに食材をね、こう子ども食堂さんに食材を届けたりとか、はいえー、されてる、うんまあ、こういう人たちっていうのもある意味、やはりあの今の社会が抱えてる問題になんとかしようっていう人たちですよね。フリースクールもねの方もそうですよね、あの学校に通えなくなってしまった子たちを支援する、うんうんうん、そうですよね。うん、フリーースクールこれもねもねうあの ご存知の方もおられると思いますけれどもね。はい、うん。他にもなんかいろいろありますよね。たくさんあります。うう本当もう数えていったらキリがないぐらいまそういうなんなんだろうねなんかそういう活動されてる方って多いですよね。うんうん、で、あのす、ー、べてがそのね NPO っていうわけでもなくて、はい。例えばあの子ども先ほど挙げた子ども食堂については、あの NPO じゃない人でも今どんどんやっておられますよね。あ、そうですよね。なんかあのー 主婦たちの,あの、うん、集まりとか,、うん、なんかそういう普通の今までの,、ね、その団体の人たちとかじゃなくて本当普通の人たちが、うん、あのやり始めてるっていうイメージありますね。うんうん ただちょっとあの例えばこれは、ね、あの介護福祉とかになったらそういうあの若干は違うんですけれどもねあのフードバンクさんとか子ども食堂さんとちょっと色は違うんですけれどもあ<ー>まあそういう一応はまあ収益を上げながら事業として提案してですけどこれもある意味あの今の社会問題に対応して出てきた生まれてきた、うん、あの活動。 だと思うんですけどもね。はい。まあね、あのいずれにしろね、あの本当に上げればねもう、もうその全国的にっていうかね、もういろんなあの人たちがこうそういう活動をされてるんですよね。おっちゃん、全国的にという、もう全世界的にじゃないですか、ね。ああ、全国っていうのはもう全世界的にっていう感じでね。はい。えー、国境なき一団でしたっけ。国境なき一団もそうですよね。ねあの方たちはもう世界レベルですもんね。はい、うん。 というかっていう感じでこれでね、うん、やっぱりここでねあの特筆すべき点はっていうかね、はい、こうこいう人たちの共通点、はいうん、何かって言ったらみんながその奉仕の心でやってるっていうところですよね。あそうですねだから仕事じゃないんですよ、うん。お仕事他にされてる方もいらっしゃいますもんね、うん、たくさん。 でそういう人たちもいるかと思ったらただまあそういうこうやりたいっていうねあの思いを持ってる人たちもいるわけなんですけれどもうん、うん、ただ実際やはりこう現実経済的な問題とかあ、うん、あのまあ、いろんな物理的な問題でねできないっていう人たちもまあ,あのいるわけで。あやりたたくてもできない人たちたできない。 はい、まあただでもそういう人たちも含めたら本当に今あの日本それから世界もう至る所にとにかく今の世の中何とかしていかないといけないと思ってもう具体的にそのまあ言ったら奉仕の心ねさっき言ったなんか誤解も受けそうですけどボランティアっていう言葉を出すとですねなかなか奉仕っていうのもそうですけども、はい。<laughs> うん でもそういう人たちが今本当に5万といるって5万どころじゃないですよね。そうでですすねね、うん、世界規模で増えてきてきます、ねうんうん、だからもう世の中捨てたもんじゃないっていうことですけれども、はい、ただ僕らはあのやっぱりそういう人たちがですねできるだけやはり効率的にやっぱり効果的に、はい、そのユニタイムズでも言ってたかなあの受け皿的じゃなくてっていうかね。はいうん、やっぱり根本的に あの問題を解決していくっていう活動ともつながりながらこうやっていけばあるいはそういった活動をしている人たちが今はあの分野ごとに個々にやってますけれどもねそれらがこうつながっていけばもうどえらいことができるんじゃないかっていうかそのどえらいことをまああのやるための今放送をねまあしてるわけですそれをやろうと <laughs> う、ねうん。やっぱ個々で活動してるのってものすごくもったいないんですよね。 だからねここでねちょっとこうはっきりさせたいのがですね、はい、あのビジネスビジネスとしてやるプロジェクトなのか、はいはい、人間としてやるプロジェクトなのか、はいうん、ここのところをねこうもうはっきりさせたいんですね。じゃあ何だろうって言ったらもうこの僕たちが今こう募集とかね、はい、こういうことやるんですよって言ってるのは何かっていうともう人間として はい、今のこの現状の日本、はい、あるいはこう世界を見たときにです、ね、もう人間としてやるべきことっていうね、はい、もうここをちょっと力説したいなと思うんですねはい本当にそう思いますねあの、もうこれ以上ないっていうぐらい、世の中がねひどくなっている今、なんとか戦闘っていうね。うん うん、ですよだから、あのー、やっぱり社会のことでもあり日本のことでもありっていうねひ、はい、いては世界のことでもありとなっ,ちゃなってくるわけですけれども、はい、要するに、あのー、これらの問題っていうのは他人事じゃないんだっていうことを、あのー、もう一度こう再確認してもらえるならば誰もが関わるべきことなんだということなんですよね。うんうんうん、今自分たちが あの特に何も問題ないから大丈夫っていうことではないということですね。うん、じゃないということですね、はいうん。もう自分のことなんだっていうぐらいの、ねうん、認識。だから、あのー、この国家再生プロジェクトっていうのがね、はいあのー、趣味の延長でもないし、はい、あるいは今やってる仕事の延長でもないと、はい、いうことなんですよねねそうででですすここの,辺のことを再確認できればですね。 えー、じゃあ、どんな人材が必要なのか、どういう人たちを募集しているのか、な、うん何なのかっていうことについては、ちょっとあのまた次の回で、分かりました、お話しできればいいかなと分かりましたいうふうに思ってますけど、はい、本当にね、あのーまあ、放送を聞いてらっしゃる方はね、ねもちろんもう気づかれてるとは思うんですけど、あのうん、僕ももちろん、あのー、人間として、うんえー、参加しております。 うんはい、やっぱりね、皆さんで、本当、こういう、ね、人間としての活動っていうのをあのやっていきたいなと思うんですけども、そのですね、えー、宛先を言っておきます。あ、そうですね、その前にですね、はい、まあこの回、あのー、ちょっとこう、大まかにまとめると、はい、とにかく人が足らないんだ、<あ>人が不足してるんだそそううでですよ本本当に<れ>本当ににす あの人が足りないんですよね、簡単に言うたら、まずそれ、本当にそうです、人が足りません、はい、本当に助けてくださいという,、はい、ということで、あのはい、お電話の <laughs> 宛先を、はい、宛先言っておきます、本当にね、もう助けてください、はい、その助け船の、えー、宛先ですけども、いつもと同じで、info.unimix.jp、info.unimix.jp までお願いします。 まあここにあの画面にね出てると思いますのであのこちらの方にアクセスお願いしますはいえーそれじゃあえ今日はですね国家再生プロジェクトチームメンバー募集えー第4部ということになりましたけどこの辺で終わりたいと思いますそれじゃあまた次回お会いしましょう皆さんさよならはいえーさよなら